また今回も遠方納車なんですけども、とりあえずまず今ですね、8時半ホワイトベースを出て約1時間半経ってますけれども、これから東名高速に乗りまして、愛知県に1台納車をします。そして、その後岡山、その後和歌山、その後大阪という感じで、買い取りを進めていきます。はい、納車が1件ですね。そして買い取りが5件、あります。すごい、さすが季節柄あると思うんですけども、こうやってたくさんの機会を、冬なのにいただけるというのですね、非常に素晴らしくありがたいことだと思っています。頑張っていきます。相棒は今日は1人です。長期にわたる場合は1人で行くことにしました。はい、社長も大変だからね。というわけで、先ほどエナジードリンク1本、そしてまた栄養ドリンク1本、それからまたエナジードリンク、モンスターエナジーカオスが落ちたので、反射的に買ってしまったという二宮ですけども、はい、行こうと思います。頑張ります。中央道に入ってますけども、なんかすごい台数ですね。車が車というかトラックが列車のように連なって見えます。はい、なんだろう、僕見慣れてるからなんとなくぼーっと見てましたけども、見ようによってはこれは壮大な景色ですよね。日本をこう象徴するかのような。でぼーっとしてると暇だからトラックに書いてある字とか読んじゃうんですよ、ね、なんか会社の名前とか、あ STS って前も見たなとか、もしここにですねなんか文章が書いてあったらじーっと読んじゃうし、なんかその文章の内容によってはすげー迷惑だったりすげー嬉しかったりっていろいろあるだろうなとか今ポケット考えてましたけどもね。はい、まだまだ続きます。はい、現在ですね、9時半ホワイトベースを出てから2時間半経ちました。走った距離は167キロ、富士市に、差し掛かってます。新清水を通過、なんかワープゾーンみたいです。はい、お店を出てから318キロですね。はい、もうじき高速を降りて、今日の宿ですね。時刻は今11時11分を回ろうとしております。はい、周りを同じようなペースで走っているトラックに書いてある文字を大体暗記した頃です。いや、みんなまたな、ありがとう、ありがとう。高速を降りました。高速料金は、東京から青梅から乗って7400円ですね。ガソリンは、意外と余ってます。はい、329キロ走りましたね。さあどこかでガソリンを入れませんといけませんね。でピントがボケるまくりだな。よし、はい、おはようございます。これから納車に向かいます。近くですね、駅前ホテルの近くでよかった。それが終わったら今度は岡山です。頑張ります。納車を完了しました。お友達含めて、4人の前でですね、納車と説明をするという、なかなか緊張しましたけれども、はい、これから岡山方面ですね、向かっていこうと思います。西日本縦断です、縦断横断ですね。楽しい旅まだまだ続くぜ。あ、ちなみにここは豊田市です。はい、愛知県豊田市。朝10時半、セブンイレブンがあったんでコーヒー買おうと思って行ったらこんなに買っちゃいましたね。そしてコーヒーは買わなかったという。ケーキ、ケーキですよ、ケーキ、ポテチ、サンドイッチに赤飯に眠気防止。いやゴンケンコというところで休憩してます。こんな感じですね。
あと岡山まで、100キロぐらいかな。あ、頑張る。で、今日は着いたらすぐ寝る。で、明日朝から動きます。はい、岡山におよそ600メートル到着です。左方向出口です。岡山到着。ホワイトベースを出てから715キロを走っております。時間は8時半ですね。今朝トヨタも出ましたけど、もうこのままホテル直行です。ホテルに直行、ホテルに直行。左方向出口です。下ネタじゃないよ。よし、カチカチ。岡山桃太りや。岡山市内を走ってます。はい。なんか岡山市内の第一印象、なんだかこう暗い。およそ400m先、左方向です。街中が暗いというか、なんか明るいのが、建物がないというか、なんか何にも見えないですね。なんかあるんでしょうけど、暗くて見えないなという印象を受けます。失礼しました。ご飯食うとこないな。ようやく到着しました、岡山県。もう9時なんでホテル入っちゃうかなと思うんですけど、なんかね、車が止めらんないとか言ってね、なんかコインパーキングになっちゃって、また一晩1500円ぐらいかかりますね。あの、どんどん経費ばっかかかる。なんだかな、車止められないんだったらホテル違うとこにしたんだけどな。なんかちょっと、なんかちょっと嫌ですね。これがママ借りらしい。ママを借りるらしい。旅情を感じようと思ってこう川のところに佇んでるんですけどね、すでにただの不審者ですね。もう帰って寝ますわ。なんか美味しそうなたこ焼き屋がいっぱいあってですね、食いてえなと思ったんですけども、さっきあのママカリというものや、寿司とかうどんとかをたらふくってお腹がいっぱいで、たこ焼きが食えないことを今悔しがりながら寝ようかなと思います。いや、もうこの長旅でひげがこんな伸びちゃいましたね。食っちゃうのか。デブマッシグラです。デブマッシグラ走ってますけども、やっぱ明るくなるといろんな家がある。まあそれは当然か。いや、ね、結構ね、一方通行が多いですね。さっきからぐるぐる迷っちゃってます。岡山、ペンギンがいる。ペンギン、ペンギンに見える。近づいてみよう。岩飛びペンギン。あ、飛んだ。ペンギンではないらしい。はい、買い取りを終えて、ですね、今高速道路に向かってますけども、いや岡山まで来たな。しかも買い取りさせていただいてありがとうございます。お茶飲みながらしばらくお話をさせていただきました。はい、買い取りで自走に来た距離というか場所としてはですね、割と遠い方ですね。一番遠かったのは北海道かですけど、やっぱりあのお客さんとこうやってお話できる、会いに来れる、ご商談いただけるっていうのがやっぱり一番嬉しいです。さて、これから和歌山に向かいます。岡山から和歌山です。響きに似てるけど超遠いぜ。はい、で明日和歌山で買い取りますと。頑張ります。はい、居眠りしながらですね、向かってますけども、こんなの見つけました。カットミン、眠気をシャキッ、カフェイン 500mg、 アルギニン、あ、じゃあ逆か。これ関東にないっすね。びっくりしちゃった。あの製造者が広島ですね。そりゃないでしょう。これは眠くなった時効きそうだ。
瀬戸です。瀬戸、瀬戸の本庄の瀬戸だ。はい、岡山のといえばきびなんですよ。きびだんご、はい、なんですね。きびだんご、つまりあの桃太郎伝説のですね、ところが岡山県なんですね。多分ね、知らない人も多いんじゃないかなと思うんですけども、岡山、あのきびっていう地方地域があるんですけども、そこに来るとですね、まあ、あのきびだんごが売ってるのかなと思って入ってみるじゃないですか。まあ、きびだんごあるはあるんです。でもあのきびだんごって何なんでしょうね。きびだんごと聞いて我々関東の人間は、僕だけかもしれないですけど、駄菓子屋で育った人間が思い浮かべるのはこう四角いやつなんですよ。わかります？あの小袋に入って駄菓子屋とかであの30円ぐらい売ってるやつで、あれ東京だけかと思ったら意外にも北海道にもあるんですね。開発者なんとかきびだんごみたいな、してる方多分いらっしゃると思うんですけど、北海道の一部地域でも映像を開拓するとき の, あの力あの名刺みたいなスニッカーズみたいな感じで、日本風ですよ、あのエネルギーをね、気軽に摂取できるようにということで持たせたきびだんごってのはあるんですね。それも四角くない、四角丸くないです、四角いです。茶色くてこう長い、食べるとにっちゃりする。で、じゃあきびだんごといえば桃太郎だと、きびの国だと、で来るとこういうの、丸くて柔らかくてこうふにょふにょしてるやつありますよね。もう開けてみましょうか、これね。こういうなんか可愛いのが入ってますよね。こういうの、はい。まあこれきびだんごだなっていうふうにこう思うんですけど、多分、うん、美味しいですよね。これがきびだんごかと、これが本物のきびだんごなのかなって思うんですよ。でもサービスエリアで買うきびだんごは販売者何菓子なんで、作ってんのこの辺じゃないんですよね、多分。でこんなのまであるんです。生きびだんご、もうきびだんごどこまで行くんだよ、どっからどこまでがきびだんごなんだよっていう風に、あの疑問を投げかけざるを得ない。この生きびだんご、きびだんごスイーツ、生きびだんごカスタードクリーム、半分凍ってる。これをね、すげえ、もう打ち粉がすげえし、おお、食べます。これ1個100円ちょっとなんですけど、1個でね。これ食ったことある、食ったことある。昔100円で売ってて、ベリベリってめくると中に2個入ってるやつで、なんかこう平たいね、用紙みたいなやつがついてる、あれ、あの大福みたいな形のの味も感覚も似てるですけど、岡山県の方、この動画を見せたら教えてください。きびだんごって一体何ですか？きびだんごって何なんですか？いろんなきびだんごがありすぎて、桃太郎に出てくるきびだんごが何だか分かりません。きびの人、教えてください。よろしくお願いします。というわけでした。窓からの放射冷却で右側の腕だけがすごく冷えます。痛い、寒い、冷たい。というわけでこのカットミンを飲みます。ありがとう広島、カットミンをいただく。うん、なんだこの味、うわうわ、なんだこの味、なんか、いがき物の喉越しに似てるけど、いがき物より美味しい。いやー、うわー、いやー、こりゃ目覚めるぜ。雨降ってきましたね。
なんか神戸のあたりで高速を降りたり登ったりさせられてるんですけど、これ合ってるんでしょうかね。まあ合ってないと困るんですけど、ハイパーハイウェイとかいう方面に乗りましたね。阪神高速5号湾岸線。はい、和歌山に到着をしましたね。頑張りました。現在の時刻は8時50分になりました。はい、まあちんたらやってたんでだいぶ時間かかりましたね。はい、ホテルに到着してます。はい、非常に、快適なホテルですね。素晴らしい。てか和歌山のビジネスホテルは安い。朝飯付きで3300円、駐車場無料とかすごすぎる、すごすぎる。いやー、来るときずっとですね、最近見てる番組の影響で、もう時間と空間の歪みと光の速さについてずーっと考えたら、もうなんかクラクラしてきちゃいましたね。なんかまあ、運転しすぎて頭痛いっていうのもあるんですけど。近くのステーキガストです。とりあえず仕事します。仕事。おはようございます。すげえ頭ですねこれ。兵藤由紀みたいです。知ってます？兵藤由紀って。和歌山走っております。和歌山駅の周辺ですね。明るくなるといろいろやっぱり見えますね。でもやっぱ空いてる店が少ないな。なんでだろう。さあ、今日はあいにくの天気ですけども、東京の方は雪みたいですね。こっちは雨で暖かいです。さて買い取りに行けます。いやー、目的地に近いんですけどだいぶ山奥ですね。山奥って言っちゃっていいのかな。本当に合ってんのかな、こっち。はい、鳥ですげえ大冒険です、私にとっては。お、映ってる。はい、今日はですね、和歌山県のここ、ね、なんて読むんですかね、加田というところですね。買い取りをさせていただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、全国回ってますんで、ぜひ声をかけてください。どうもありがとうございました。というわけで、これから大阪に行きます。頑張ってください、はい、一緒に行きますか。はい、行かないですね、はい、失礼します。はい、神田を後にします。天気が少し良くなってきましたね。美しい。いやー、なんか天気良くなった時はすごいいい景色に見えますね。山があってオフ車天国っていう感じだ。2台、になりました。赤車がフルです。なのでこれから VHS の、公営運輸ですね、バイクヒッチハイクサービスさんのデポにオートバイを入れてですね、そこでそこからとりあえずこの2台はデポから発送と、お店に向かって発送、そしてあとまた2台の買い取りに向かおうと思います。ありがとうございます。いや嬉しいな、一回やった。結構お話しさせてもらってですね、すごい話盛り上がったというか、僕一方的に喋っちゃったんですけど、すいません、話聞いてもらってありがとうございます。こういうの楽しいですよね。本当見てくださってて、応援してくれてる方が本当にご商談いただいてお話しして、お友達もいらっしゃってたんですけども、物販で僕がお手紙書いた方でしたね。はい、非常にあれは感動的だった。まだ1日始まったばかり。行くぞ。昼飯です。ローソンのチョコケーキ。今回は台数が多いので、一旦積んだものをですね、2台だけお願いしてですね、このまま東京に持ってってもらいます。はい、おはようございます。今日もいい寝癖でしょ。さっき朝ごはん食べ行ったらですね、なんと優を見つけたんですよ。あいつここに回り込んでやがった。びっくりしました、待ち伏せされて。はい。これを見た
ただけでどこだか分かる人がいたら、その人は間違いなく関西人。きっと君は関西人、間違いなく関西人。スタイレンナー、ウォー、買い取りの3軒目に向かってます。あと3軒目終わって、4軒目終わったら、東京に帰ります。買い取り完了です。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。またよろしくお願いします。あ、どうもです。買い取りを完了して、今次の現場に向かうんですけど、この辺道狭ー。わ、しかも前から来たし、え、どうしたらいいんだこれ。え、じゃあ右行くよ俺、ごめんね。うわー、これすげーな。うわ、なんか踏んだ。たこ焼きゲットです。たこ焼き15個入り、一番大きいやつ買いました。どんな感じでした。おー、うまそう。うまいぜ。大阪のたこ焼きはうまい。今日あと2件の用事を終わったら1件終わりましたんで、次はまた買い取りと、もう1件個人的な用事を終わったら帰るんですけども、帰る準備です。今日帰る準備、モンエナ、ソルマック、アリナミンゼロ、ヨビタンファイン、そして、モンエナの、やばい濃さに凝縮したやつ。それから、これ、ドイツのカフェイン入りチョコレートらしいんですけども。そして、ジャッコーエキス。はい。この真ん中の3本以外は全部いただいたもんですけども。これだけあれば東京まで持つだろう。もう眠くなったらすぐ飲んでやるぜ。もう、ガン決まりだぜ。はい、大阪2軒目の買い取りが完了しました。見えた、チラッと。はい、 XJR ですね。はい、ゲッツしてきましたよ。はい、で、これで買い取りは全て完了です。金曜日の夜に出て、で、1軒納車を済ましてから4軒、今日は火曜日ですけども、3日ほどかけましたね。はい、これからちょっと使用を済ませましてですね、東京の方に帰ろうと思うんですけども、明日までには着くかな。明日って日付が変わるまでには着くと思うんだけどな。でも天気がすごくいい。このまま帰るのはもったいないが、頑張ろうかな。あ、大阪城公園かこれ。すごい工業地帯だ。そして空がすごい。はい、今ですね、貝塚の方向に向かってるんですけども、雪が降ってきましたよ。まあ降るって予報は出てたんですけどね。まあ上から高速道路から見てですね、あちこちで、雪っぽいなというのは見れるんですけども、降ってきましたね。風も超強い、やばい。久しぶりなんじゃないですか、大阪雪降るの。ずいぶんいいタイミングで貴重な時に乗り込んだものだ。ハッハッハ、ノーマルタイヤだぜ、イエーイ。